どうも、しゅんです。こんにちは。今回は、新大学1、2、3年生向けの動画を撮ろうと思ってます。今、高校3年生で、4月から大学1年生になる方と、社会人の方3名に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。春から、法政大学キャリアデザイン学部に入学する、ももかです。大学卒業後は、地方の方で、アントレプレナー教育をやりたいと思っていて、理由としては、私が中学3年生の時に、した時にリスクを負う覚悟だったり決断力とかいろんな大人の人たちと関わる機会が増えて社会とのつながりを見ながら勉強とかその物事を捉えることができたのでそういう教育を広めていきたいなっていうことで卒業後にアントレプレナー教育をやりたいと思っています。ただの高校3年生じゃない。素晴らしいよね。社会人1年目のゆかしです。法政大学キャリアデザイン学部を去年の3月に卒業しました。モザイクワーク代表の杉浦と言います。今は組織人事コンサルティングですとか就活生の学生支援なんかもやっておりまして新潟就活チャンネルという YouTube チャンネルも運営をしております。サントリー4年目の豊真と申します。今サントリーウェルネスという健康食品の事業会社で広告系の仕事をしております。趣味がパワーポイントでして Twitter でパワーポ芸人もやらせていただいておりまして今3万人くらいの方にご覧いただけております。コロナ禍ならではかなって思う部分なんですけどオンライン授業が増えてきて学校に通えないとか友達とかと交流できないっていうのがあると思うんですけど私自身大学でいろんな人と話してみたいっていうのがあったのでそういうのがなくなってしまうのは嫌だなっていう部分と中学から高校までってずっと同じ友達で育ってきたので新たな人に出会うっていうのが結構久々でだから大学生活とかでどうやったらキャンパスに行かずにそういう人たちと距離を縮めれるのかなっていうのを不安です。多分想像してる以上に中高の友達みたいな友達は結構できる可能性は低くてよっともがたくさん増えるだと思うんですよ、長い時間を共にする友達っていうのはできづらいような気がする。今も昔も変わんないかも。卒業してもだいぶ経つけど、じゃあ今会う友達っていつの友達かっていうとやっぱり中高の友達も圧倒的に多いし大学の友達に会うってなって本当にほとんどあんまりきっかけがない。で授業の間とか何してるんですか？スマホですよ、スマホ。でもとはいえ大学の友達がいないと例えば自分が欠席した分のプリントがないとかテスト前に助け合えないとかそういう悪いこともたくさんあると思うから語学とかキャリアデザイン学部とか基礎ゼミの授業とかは少人数で10人ぐらいでやる授業とかが多いのでとりあえずその子たちと仲良くなっとくのがなんかすごい最適解。もぐちゃんが求めてるものって心を許し合える友達が欲しいってことだよね。あと将来私がいろんな授業をしていくにあたってこの人そういえば大学でこういうことやるって言ってたな今どうしてるんだろうって思った時に一緒にもしかしたらできたりするかもしれないしビジネスとしての輪とかも作っていきたいなって思ってて大学外に友達作るのもありですかね。むしろそこに活路を見出した方がいいかなって気がしていてやっぱりリアルなコミュニケーションが中心だと限りなく属性が近い人たちしか集まれないんだよね。それを飛び越えるっていうのはなかなか難しくて結局人のつながりの中で飛び越えざるを得ないけどやっぱりオンラインが主流になってくると属性はあんまり関係なくて目的だったりとか趣味だとかそういったものでやっぱりこうつながっていく可能性が高いとなると属性よりも自分の好きな形でいろんな人たちとつながる可能性があるしそういったところでどんどんコミュニティを広げていった方が後々有意義になっていくしこれからのコミュニティの作り方ってきっとそうなっていくのかなと。属性が近いものってあまり意識せずともつながるときはつながっていくしあんまりそこは気にしなくてもいいのかなって気がするんですけど大学4年生の時の最初の方にキャリアデザインしないと結局やりたいことがやれなかったとかもある。大学4年生の設計って難しいですよね。大学1年生の難しい難しいキャリアの頃は偶然も大きいと思うんだよね、うんキャリア理論でもそうだと思うしやっぱり偶然の産物だと思うんで、でももかちゃんみたいなタイプはやっぱりやらないことを決めることの方が大事だと思っていて、確かにやっぱりやらないってことをやっぱり決めておくだけでも全然選択肢がきちっと見えてくるというか、とにかくね目にするもの全部興味が出てくるし全部やりたくなってくるんだけど、でもこれだけはやらないようにしようっていうことだけを決めるだけでもある種豊かな人生が送れるような気がしてきて、時間も本来やりたいことに集中できるはずなので、やりたいことを最初にプランニングするっていう方向よりもこれはやらない、例えば時間との交換するようなアルバイトはしないとか、うん、とにかく何かやらないっていうことをきちっと決めて進んでいった方がいいかなっていう気がします。大
学は行った方がいいと思いますか、どうですか。僕は大学行った方がいいなと思う派なんですよね。失敗しても大丈夫なある種の期間であったりとか、高校卒業して働くとか全然わかんない状態でそのまま就職するよりも、いろんな選択肢を知るための時間としてはすごくいいかなとは思ってて、皆さんは大学に行くべきだと思いますか。僕行った方がいいと思います。やっぱりありがたいことに行くは親のおかげで大学に行けたので、そういう状況があるんであれば行くに越したことは絶対ないと思ってます。行かないより行った方がいいかなっていう気はするんだけど、ただ行きたい時に行った方がいいと思うんですよ。今までは当たり前のように中学出て高校出て、高校出た後に大学4年間通う。でもこれからって別に一旦社会に出て、例えば30歳ぐらいになってからこれやっぱり学びたいなってなったら、そこで4年間行くとか、またそこから出てから就職するなり起業するなり、高等教育をその人生のライフの中にこうどこに差し込んでいくかっていうのは、これからいろんな形で選択肢が生まれてきてると思うんだよね。だからもし今すぐこの必要性を感じないのであれば、一回社会に出てみてやっぱり必要だなと思ったら学んでいった方が、より吸収も早くなってくると思うし、本来の目的みたいなものに沿ってくると思うから。昔は確かに高校出て大学行かないとなかなか就職機会に恵まれなかったりとか、友達とのギャップが出ちゃったりっていうのはあったんだけど、今やっぱりそういう時代でもなくなってきてるから、行きたい時に行くっていうのが一番いいんじゃないかなって気がするんですよね。今の杉原さんのお話、結構知識とか学歴に近いと思ってて、人脈とか経験とかいろんな理由があると思ってて、あとは世間体みたいな、周りの人とある程度同じ動きをしておきたいみたいな思想もあると思うので、そういったことを総合的に見ると、一般的な年齢で行った方が今の桃花さんの価値観で言うといいのかもなというのが僕の考え方ですかね。行きたい大学だったら行った方がいいなって思うくらい。例えば受験で失敗して滑り止めしか受からなかったってなって場合、多分私だったらその大学よりももっと興味のある専門学校を選んでいたし、大学で何をしたいかとか今後何をしたいかって考えた時に、やっぱりやりたいこともあって、かといって今までやってきたことをゼロにしてそういう道に行くのって結構勇気いるなとかいろいろ考えてたので、でも今この高ぶってる時に私の性格を見た時に行った方がいいなって自分は思います。じゃあ僕はどうすればいいと思います。行けるだけ行った方がいいんじゃないですか。学生 YouTuber としてもずっといるっていう。旬だよりの視聴者から見た旬くん像ってどういう風に見えてるのかなと思ってて、旬だよりをどうしていきたいかによると思うんだよね、うん、視聴者から見て永遠の就活生像から出したいんだったら学生じゃなくなってもいいんじゃないかなと思ってる。それで言うと出していくだろうなとは思ってるんですよね、うん、1、2年で。それでも卒業しない理由は何だろう。できないんですよ、したい。あれできないの。したいんですよ、心の底から。単位の問題、あと30単位ぐらい。まあまああんな。どっちかにしたらって思います。同じ年代で働いてる身からすると、いつまで大学って身に甘えてるのって正直思うところがあって、やってることは立派だけど、自分が今大学生に戻りたくて仕方ないから、そういう嫉妬の意味で多分思ってるんだと思うんですけど、どっちかにしたらってちょっと思いました。大学生に戻りたいと思う。戻りたい。なんで。時間があるから。ゆかしさんって就活を1年生の頃からやってたみたいなのを見てて、就活を通して学ぶことって多いなって思ってて、面接官とか一大人と関わることとかもそうだと思うし、インターンとかでいろんな職業を体験してみるとかも面白いなと。いろんなところで働けるのは本当に大学生のうちで、社会人になってもうやりたいことが抑えきれない場合すごく制約がある。時間ももちろんだし、学生時代にやりたいことをやりまくるのも全然いいと思う。いっぱい働くの。ありがとうございます。これから大学生になる方と、あと新2年生になる方も参考になったらなっていうふうに思っております。あと新潟就活チャンネルっていう YouTube チャンネルにもももかちゃんと杉浦さんが出てるので、下の概要欄に貼ってあるので、よかったら覗いてチャンネル登録をお願いします。ということで本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。コロナ禍でキャンパスのいいリアルとオンラインのいいとこ取りができる、オンラインの授業になったからできることって何だと思いますか。全部自分の時間を自分でコントロールできる。移動時間だけじゃなくて授業自体にかかる時間も削減される。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。